ワイパーラジオです。この番組はワイパーの1週間のニュースをお届けする番組となっております。YouTube、ポッドキャストでご視聴可能です。はい。手ね、すげえ取れてますね。完コピーできたんじゃないですか。ちょっと不自然でしたけどね。はい、ということで、今回は鈴木がリフレッシュ休暇中ということで。そうですね。はい。で、今日のさっきまでは企画とマーケティング部分だけで収録するみたいな予定だったんですけど、年長者がシャシャってきましたね。センター取ってますよ、これ。めちゃめちゃ派手な格好でね。はい、そのヨーロッパ行ってたじゃないですか、はい、中村さんと鈴木さんが、はい、その時にまあちょっと自分たちでね一回やって、はい、まあ反響も良かったみたいで、はいはい、だからそこに私が加わると逆にマイナスにならないかなと思ってますけど、いやまあそこはちょっと、はい、いいセッションを、いいセッション、はい、そうセッションですもんね、はい、いやいつも若手の皆さんと一緒にお話ができるのが高いですよね。背筋めっちゃ伸びとれ、レン君とかあんま喋る機会なくない、中村さんと。最近はミリタリーアップとかさ、ちょっとずっちゃったけど、あのね、喋ってたの、本当はね。あ、え、何があったんですか。ほら、ゴープロが連続放送したって、そうそう。あ、だその前の回でも、喋ってね、実は2回ほど喋ってた、ね。うん、そうですね。はい、ある程度、実は共通点ありますから。なるほど。はい。そんな感じです。そんな感じです。で、タイチもあんまないもんね、中村さんの喋る機会なんか。あ、まあ、ないです。ある、ある。毎週帰るから、喋ってもらう、こっちは。なんかだいぶ中村さんっぽくなってきたね、顔が。いや、身につけてるものが俺の元にもあるんだよ。なんか濃さもね、顔の濃さも。いや、全然違う。色だけでしょ。対照的な。いや、そうよ。あんま変わんない。全然進まんやん。全然進まんやん。こうなると思った。すいません。まだ。こうなるんで、今日のここでは割愛しようということになってます、ね。そうです。はい。人数多いから。か初じゃない？ 7 人。そうですね。7人は多分初ですね。前回が最高で6人だったんで。はい。更新しましたね。はい。まあ、私が原因でしょうけど。いやいや、まあ、鈴木さんがあの今富士山に多分いると思うんで、8月3日の土曜日は富士山かな、あいつは。そうですね、そうですね、はい、無事に戻ってきてくれることを願いましょう。そうですね、はい、はい、ということでいいですか、もういつものコーナーに移りました。はい、はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう。じゃあワイパーの1週間の売り上げウィークリーランキングのコーナーでーす。ふぅそんなんじゃない。結構ゆるい感じで紹介していきますから。はい、1位まで持たない。はい、行きましょう。まあけど先週からね、また様変わりしてますけど、はい、まあ新ネタ、新ネタというかもね、今年の夏を締めくくりにふさわしいあの T シャツが登場してますので、はい、ということでまず12位から発表していきます。はい、はい、12位はワイパーインク米軍リメイクのベートーベン IPFU アーミーショートスリーブ T シャツですね。はい、はい、今回これデッドストックです。先週に引き続きですね、うん、まあ、これはデッドストックのボディがちょっと少ないので、ちょっと数がもともと限られてはいたんですけど、やはりデッドストックのベートーベン T ということで、ユーズと同じが引けを取らないぐらい人気の商品ですね。これもう在庫切れですもんね。そうです、これはもう元ネタがあればいくらでも作りたいんですけど、もう元ネタの入荷が今のところないので、ちょっと今回限りかなという未定ですね、次回が、はい、まあ、ただアメリカから出てこようもんなら、もう積極的にこの元ネタを仕入れたいので、今後に期待、こうご期待という感じですね。はい、はい、ですね、はい。じゃあ続きまして、11位ですね。11位が、デッドストックチェコ軍のアーミー HBT コックパンツブラウン。これは渋いですね。これは今回のラインナップでいうと結構ダークホース的な。確かに。でもいいですね、こんなんあるの知らなかった。あ、このシャツのイメージが強いと思うんですけど、このブラウンのヘリンボーンの、まあ、デッドのパンツで、まあ、イージーパンツのようにして履けますという形で、これで80、84という、まあ、比較的ゴールデンサイズのものが今欠品になってて、96から上のサイズがまだストックはあるんですけど、先週はどうだったんですか。いや、入ってないです。入ってない、急に。そうです、だから結構これが一番ダークホースとか予想できてなかったものかな。はいはい、皆さんホツですねっていう、すごいなと思って。へえ、まあ、確かにこの季節履ける実物のパンツとしてあげるなら、このパンツは生地感といいベストかなと思って。いや、いいですね、うん、チェックしてみよう。何なんかボツです、本当に。はい、シブいところついてきましたね、うん、そうですね。これまあ大きいサイズありますし、まあ、イージーパンツにして履けるので、オーバーサイズで履いても全然いけると思いますので、商品ページをチェックしてみてください。はい、はい、はい、
そして第10位ですね、第10位がデッドストックイギリス軍のトロピカルコンバットジャケットデザート DPM カモのブラック染めですね。はい、はい、はい、これディープブラックじゃなくて通常のブラック染め、じゃあ出てきてる、出てくるってことですね。うっすらあのカモ柄が見えてステッチがあのポリの、 あの糸なんで染まってないというね、この、うん、まあ、それがまた逆にいいという感じで良かったですよね。はい、そうです。このマルライブで紹介したので結構反響があったみたいですね。あ、はい、まあ、これはもう元ネタのね、このコンバット、トロピカルコンバットジャケットがもう言うてもロングセラーアイテムですから。そうですね。そこから派生したディープブラックとこのブラックっていうのがまた相変わらずご好評いただいております。うん、これはもう元ネタもね、何千何万あってもいいかなと思って積極的に仕入れてるので、はい、ネタが続く限りは販売を継続したいなと思うベストセラーアイテムですね。これなんでブラック染めにしたんですか、このディープブラックじゃなくて。やっぱりその6号カーボパンツから、まあ、ディープブラックが一番かなとか思ってたんですけど、はい、やっぱあの染めるなら、でも意外と普通のブラックのそのうっすら見えるやつがいいなっていう、はい、6号が一時期はディープブラックにも通常のブラックの方が人気な時期もあったぐらいなんで、なんか黒染めも2択にできるというこの贅沢な選択肢をすごいなと思います。すごいですね。やっぱ通常ディープブラック染めってなかなかコストも手間暇もかかるのでできないんですけど、うん、そんな中で今うちはもう黒染めも2択できるという贅沢な状況になってますので、はい、これを機にぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして9位ですね、9位が米軍 OG107 のユーティリティパンツワイパーインク1028ですね。今日私が履いているパンツでございます、これは。はい、はい、うん、こちらのなんでワイパーの今リリースしている軍パンの中ではやっぱこのベーカーが今季節感的には最適かなという、色味的にもね。これってベーカーパンツになるんですか？イエス、ベーカーパンツ、まあ、ベーカーパンツはこのパッチポケット、このポケットの特徴をあの捉えて言ってるので、はい、まあ、それで言われることが多いんですけど、でもこれに関しては OG107 っていうのはそのカラー品番なわけで、はい、その今の中村さんが履いてるホワイトっていうのは、はい、OG107 にはならないですね。違う、おいなんかめんどくさい絡み方確かにそうですね、そうなればオーリーブグリーじゃないですね。そうです、 HT みたいなホワイト107とかにした方がいいなっていうことですね。ホワイト507とかですね、はい、そうそうそうですね、はい、確かにカラー品番ですから、これはそうですよね、はい、深掘りコーナーでもね、そうです、はい、107のシャツをスロットしましたから、はい、確かにその通りでございますけど、ホワイト521でしたっけ、あの米軍のやつがあるのアメリカのホワイト521やったっけ、521のシャツです。もあったね、確かにカラー品番もあったけど、まあ、けど多めに見てくださいよ急に詰めますよね、いいじゃない、急にびっくりした、なんかその通り埋めてこうじわじわ攻めてきた感じ、なんかそのなんか質疑応答の時間になってどんどん俺詰められていくから、まあ、今回中村さんがね、はいはい、あのゲストと、まあ、ゲストって、はい、まあ、ゲストは俺ですか、大体おるわ、ワイパーラチュあの中村さんだけ喋ってたらやっぱね、はい、あのいつもと変わりしないんで、ちょっと突っ込めるとか突っ込んでこうかなと思ってその突っ込みの角度確かにこれ間違ってないですか、ガチ突っ込みやんちょっと思ったことですね、みたいな、すいません、まあ学んだことをね確かに、出していこうかな、確かに、はい、おっしゃる通りでこれはカラー品番の中の OG107 っていう、うん、まあ、元ネタはオリーブグリーンですけど、うん、もちろんこの元ネタのオリーブグリーンもあってね、うん、かつ、補正してこの、ね、ブラックだったり違うカラーを展開してるということなんで、うん、はい、その点ご了承ください、はい、ご了承喜んでくださいよ、ね、はい、ご了承ください、これ名前変えないとダメなんじゃないですかみたいないや、それだったらベーカーパンツの方がいいなと思ってますね、確かに、ね、はい、パンツじゃなくてもう米軍のベーカーパンツ、ベーカーパンツ OG107 がないんじゃないのみたいな、はい、だってもしかしたらもう全然知らない人からしたら、うん、それかっこいいね、そのパンツって言ったら、はい、うん、これ OG507 って言っちゃうかもしれない、はい、OG107 って言っちゃうかもしれないじゃないですか、そしたら恥かくじゃないですか、確かに、ね、うわ白なのにブラピンマンちょっと今日何時間かかるってどういう展開の仕方だろうね、今まであったこれまだ9位なんですよちょっとびっくりしますね、すみません、ちょっと怖いわ、これラッキーで今から発表していくの大丈夫かな、大丈夫です、ちょっと引き続き、OK、いきます、はい、次8位いっていいですかね、はい、はい、お願いします、では8位のご紹介ですね、
8位がデッドストックルーマニア軍のワークイージーパンツですね、はい、これは深掘り動画でおそらく YouTube でご紹介したこともあって8位にランクイン。いや嬉しいですね。これだったかな、ナナが好きな、うん、そうです、ね、ミリセでも紹介し紹介してましたね、うんうん、これ結構古いですよね。そうですね、生地感も、あの昔からうち実はあってロングセラーアイテムなんですけど、やっぱレディーススタイルでハマるかなと思って、これ大好き。リナさんも履いてますね、うん、ああそっか、狙いですね。価格もすごくこの間お手頃な価格ですし、うん、はい、チェコっていうのはね、あチェコ、さっきのチェコに続いてルーマニア軍っていうのがまた激渋ですね、うん、渋いですね。軍パンで暑い夏でも履けるものってなってやっぱちょっとね、あの限られては来る中で、うん、渋いラインナップが入る、さっきのルーマニアとチェコっていうのはさすがワイパーのランキングって感じです、うん、一般のお店では絶対入るんですよ。ステンシルもかっこいいですしね、これ、簡素化されて。昔のはステンシルでそういうサイズ表記とかされてるものが多いというのが特徴だから、うん、そういうので年代が古いとか分かるんだったらまた面白いですよね、うん、うん、これ貫通でしたっけ。イージーパンツ、これは貫通じゃないですよね。あ、普通のイージーパンツ、貫通じゃないです、うん、いいですね。普段使いとしても全然使えます。はい、まあ、けどこれ何とかねとか全然あんまピンとこないじゃん。そうですね、ちょっとマイナーどころなのがまだ、うん、あんまりピンと、あ、そう覚えていきます。レンはイギリス軍好きなのは分かってるんですけど、ね、UK はちょっと変えちゃう。UK 俺がイギリスって言ったけど、そうすると UK はって言っちゃうあたりが次世代ですね。この返しが。UK は、ね、そう、この間もね、ミリタリーハウスでね、PCS サーバルジャケット入ってきたら、はい、デッドでめっちゃいいなーって。そうです、ね、PCS サーバル、そう、あの PCS のあのスラントのツインになる、ああはいはい、はい、あれのデッドが入ってきてます。ああ、デッド今週販売になってほぼ欠品になってますけど、なんか珍しいみたいですね。そうです、デッドはずっとユーズだったんで、うん、で買えなかったんで、でも買えなかったですね。ああ残念。次回の UK に期待しましょう。わあ、これ引っ張られる。もう分かった。UK は正式名称はユナイテッドオブキングダムな。ユナイテッドオブキングダム、ね、UK、ね、でもそれ言ったらね。いや、細けえな。まあでも英語表記でブリティッシュですからね。ブリティッシュ。え。はい、OK です。行きましょう。行きましょう。はい、ここからね、ここからのネタは続きますよ。うん、なんとなく皆さんごあの想像ついてる、予想がついてるかなと思いますけど、うん、第7位はですね、リスペクト・フォー・ヴィンテージ。8812ファブリック・プレミアム・プリント・ T シャツ。アーチ&ハンドですね。うわ、来ました。すごいですね。ここから続きますよ。8812企画の T シャツが販売となりましたので、でこのおかげさまでご好評いただいておりまして、まあ、ここから上位に続くわけなのであまり僕は語れないんですけども、うん、はい、の中でも最初にランクインしたものはこのアーチ&ハンドですね。 C になるんですかね。 C ですね、はい、うん、1060C という、はい、これは個人的には今回のプリントの中でも結構一番このいいバランスが取れてるので、あのこれはシルク、通常のシルクのプリントとあのスポンジのハンドメイド作業が入った両方が、うん、あの加わった一枚です。すごい、超手間かかってる、まあ、中村さん試しましたもんね。試してたやつです。あ、私はヘッタクソだったやつですね。だから木村師匠っているんですけど、京都の師匠が、はい、がもうめちゃくちゃ手間今かけて、本当だったら絶対受けないようなあのオファーだったんですけど、特別にやっていただいて、しかもこれあれですよね、ヴィンテージで言ったらそのプリントの段数が多ければ多いほど珍しいっていうのがあるわけじゃないですか。そうそうです。これで言ったらこのアーチもあって、なんか数字もあって、しかも 5段ですからね。そう、手打ちですからね。はい、寺井さんみたいなもうハンドメイドで一点一点こう個体差が出るような手法でやってるので、うん、これはすごい、すごいですね。数字決めたんでしたっけ。数字決めました。ミディアム、ラージ、エクセルで、その反応全部違うんですよ実は。だからそこも贅沢で、えこれ L、G とか84じゃないやつもあるってことですか。だから MD はミディアムの MD の、うん、LG がラージで、エクストララージで、はい、その上の数字もあのサイズごとによって違うんです。いや、その LG ってそのラージは分かるんですけど、さすがに、うん、はい、
変更変更ちょっとその その組み合わせは一緒ですよね。あ、組み合わせ、組み合わせ、あ、その数字はなんか、はいはい、その手元に来た人次第で変わるのかなと思って、なんてあげるびっくりした、なんか論破しに来てるからもう怖い、やばい、今日なんか爪痕の個性がちょっとなんか爪めっちゃ尖ってるの、尖ってるとかじゃなくて気になったことを聞いてるだけなの。深掘りもそうやけど鈴木さんとか中村さんに確かに確かに、そう、もうやっぱ突っ込んでいくっていう、そう、まあでも必要よ、はい、人間としてその怖い、でもその気になったことを聞くっていうのも、いや間違いない、間違いないです。ねんくん、なんかある？怖っどんな回気になったら読んだよ挙手制です、はい、いきましょう。じゃあ続きまして6位ですね。6位が同じくです、リスペクト4ヴィンテージ8812シリーズより、こちらはフルスクリーンハンドプリントですね、うん、これが一番すごいです。うん、これはだってもう型数、版のデザインの型でいったら20型以上ありますからね。うわ、全面、バック、すべてにこう総柄のようにステンシルのプリントが入っている、うん、だから一番この中で高額なものではあったんですけど、オンライン上で一番最初に、まあ少量だったというのもありますけど、なくなったのがこれです、総柄。うわすごいな、すごい。これはだから京都編の動画でご覧いただいた通り、もう手間暇の数が段違いにすごいですから。確かに金額もとかその分ちょっとアップしてたんですけど、もちろんそちらのものより高かったんで若干不安ではあったんですけど、まあそれでも結構このなんだろうな、抑えたというか、あまり欲張ることができてない金額なので、うん、安い方だと思いますよ、うん、この手までっていう感じ。このももちゃんの顔が物語ってますもん、このドヤまあ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 そうですね、はい、これシングルステッチでしたっけ？これはそうです、ね、シングルステッチ、はい、何よりこの生地感ですよ、もう実際に届いた皆様がもう手に取った瞬間にこれは違うと、今まで確かに、うん、確かに着てきた T シャツとはめっちゃ気持ちよかった、生地感がふっくらしてますもんね、うん、なんかこのガシガシした肉厚なアメリカの T シャツって感じではないですね、うん、なんか本当着てたらあのテラテラのやつになりそうですね、つり網のようななんか柔らかさもありながら厚みもあるというね、うん、いやこれはもう唯一無二ですね、うん、それが今時のサイズのシルエットで出るっていうのが結構推しポイントですね、うん、それももちゃんもそうなるわもちゃんもどうもこのドヤ顔になる、いや本当にね、本当に着心地はいいのでねすごいです、マジで感動しましたよね、最初、みんなで一斉に着てロケしたんですけど、うん、やっぱ気持ちいいねとか言いながらみんなこう、うん、いやもう普通に触っただけでもね全然違うなっていうのが分かった、分かる、かかってるだけで分かる、うん、すごいみたいなね、かかってるすごいね、おもちゃ違う違う、もう怖い、見てこういただきます、そこは純粋に、うん、あれ88万なんか、え、これ何ってなる、その普通にいっぱいかかってるじゃないですか、でいつも撮影前とか、うん、まあ、スクリーンスターズとかいろいろわーっていろいろかかってて見たら、え、これは何なのみたいな、うん、なるぐらいのなんか、うん、これハンガーにかかってるの見て、うん、8812だねみたいな、これは65653 5、もう怖いこれ6535クロスだね、そんだけの雰囲気は放ってる、いや本当なんか、うん、なんかやっぱ違うんだよな、うん、あります、その雰囲気やから、うん、街中でもほら遠くからめっちゃかっこいい人とかめっちゃ綺麗な人来てるみたいなオーラ放ってるじゃん、うん、そうですね、洋服もそれと同じなんじゃん、そうですね、あー、うん、今日一番の服もオーラに言っていただいたのがすごい嬉しい聞こえました今、それのもう共感したんですよね、今日今はあまり喋ってないけど、うん、今のところ一番大きな声で、うん、アイズ中って言ったのでよかったです、すみません、また脱線しがちですけど、はい、はいはい、続きます、5位もいきます、はい、8812プリント T シャツのビッグダブルアルファベット T シャツですね、うん、はい、これはやっぱ今までの、まあ、プリントでも珍しかったですけど、うん、このフロントにワンポイントでバックにドーンとダブルっていうのは本当今まで全くないタッチのものでしたね、
まあ、カレッジ系とかはやってたんですよ、ベタヌに。確かに。T シャツとか。これはないです。で、カラーリングがまた、やっぱこう、ブラック、イエローと、レッドと。うん。なかなかインパクト大な感じで。そうです。これも、だからこれが結構、この2つよりも人気だったと。そうです。枚数もあったんですか？まあ、枚数もありますね。まあ、あの、まあ、後に出てくるやつとかが一番多かったんで、そこもあるとは思うんですけど、はいはい、まあ、結構大味といいますか、はい、新しい角度のもので、かつ、まあ、色使いもポップな感じ。うん、まあ、でも今回実際この88ワンズ T シャツにあの同封させていただいているステッカー、はい、デザインは全てこのビッグダブルのステッカーになってます。うん、いや俺その件でちょっとまた突っ込みたいところが一つあってディスカッション始まっちゃう、はい、いやこれみんな多分、はいはい、みんな共感することがあって、はいはい、俺なんかどのタイミングかで絶対言おうと思って、はいはい、今日ですね、はい、今来ただからもう今しかないです、はい、言うならあのワイパーのステッカーっていっぱい種類あるじゃないですか、はい、であのまず一つ説があって、はいはい、前回 の, あのイソーダフェイスの時 の,、はい、あのビックリマン の,、はい、あの6型、うんうん、あれ多分使ってる人一人もいない説っていう使ってるっていうのは貼ってないって貼ってないっていう、あ、なるほど、はい、みんなもう欲しくて持ってるけど、はい、貼ってない説って、まあ、それもただの自分の思う説なんですけ ど,、はいはい、どでそれを思ったのがやっぱ下、はい、後ろになんかコメント書いてるじゃないですか、うん、それがまあ捨てることになるじゃないですか、はい、で、まあ、だからまあ貼ってないんじゃないかなっていう、うんうん、自分のなんか、はい、そう視聴者さんに、はい、視聴者さんに問いかけたいものと、うん、はい、あと俺貼ってるんですよ自分ビックリマンの方も、はい、今までのワイパーのステッカー、はい、まあ、結構貼ってるんですよ。あ、そうですね、確かになんか言ってますね。で、ワイパーのやつに限ってめちゃめちゃ言えることがあって、はい、他のステッカーしっかりなんですけど、はい、粘着力がバリ弱いいやそれはだからあれなんですよ、そのあくまでもそのあったんですよ、いっぱいそのリクエストは、はい、その車に貼れるように、はい、あの耐熱じゃない、耐水か、水か、はい、雨に濡れても剥がれないみたいな、はい、それになるとコストがね、やっぱりね、ギフトというわけにはいかない。あ、確かに、なるほど、そっか、そこなんですよ。あくまでも今回もこう、なんだろうな、サービスというかサプライズ的な、はい、実は入ってますよぐらいのやつだったんで、ワイパーラジオもしっかり入ってるんで、はい、ビックリマンだけちょっと例外でね、販売させていただきましたけど、うん、いやもう、すごい、まあ、マイナスなことになっちゃうかもしれないですけど、いやけど、分かりました。自分、あの何人貼ってるかって言ったら、カメラのペリカンケース、あー、はい、なるほど、に、はい、まあ、貼ってて、はい、で、自分、昨日の現場の前に貼ったんですよ、はい、バーって、はい、で、裏側にめっちゃ綺麗に貼れるとこあったから、はい、で、そこ現場に行っても先輩から、はい、何このステッカーみたいな、はい、したら俺絶対言ってやろうと思って、はい、いや今そのアパレルで働いてる会社の先輩たち、あ、そうか、ビックリマンの方だから、はい、はいはい、だからそしたら、お、すごーみたいな、はい、どんな会社なのそこどんだけ自分たち好きなんだ、はい、ただもうあの今日帰っその昨日帰ってくるタイミングで、はい、もう中村さんの中村ゼウスとかももうめくれ上がってた。ペリカンってその表面結構スーってなってるから、はい、他のステッカーとかもバシーンって、はいはいはい、まあ、たまにその中あるんですけど、はい、もうワイパーステッカーあのそのビックリマンのやつだけもう全部も、はい、もうそれは決まってる、むしろもうこんなになってるんですよ。よりによって販売したビックリマンなんですよね、はい、確かにね、ビックリマンはあの俺もビックリマン貼ってないもんな。それ以外のやつはスーツケースに貼ってもうボロボロになってきてますけど、うん、はい、それはそれで味かなと思ってましたけど、初日はちょっと嫌っすね。いやだから自分結構お気に入りで、はい、もう後ろのやつとかも捨てちゃったんですけど、はい、もうバーって貼って、わ、しかもいい感じだったんで、はい、わ、いいなみたいな、はい、そのボックス自体にも愛着湧いて、はい、ただもうペラーになってて、はい、もうマジでビックリマンでしたね、はい、ちょっと、はい、今日なんかものすごくおかしくない、これ今のこの流れ全部これや。もうどうもこれ。先生。いやでもそれはあります、そのね、車に貼れる。それはあの、いや、クオリティの、確かに。確かにね。からも言われてるんですよ、はい、ちょっとなんか、要検討中。そうですね。検討中というか、そうですね、そこは。はい、うん、もちろんあります。だから、スバルにちゃんとペリカンに貼っても安心して、
キープできる状態をキープできるステッカーを作らないといけないですね。そうですね。それだったらもうめちゃめちゃいいと思います。そこでなんかペラッとなってるよりもパシッと、うん、パシッと、はい、パシッと堂々と販売できるものを作りましょうか。そうです、うん、はい、そこだけちょっと自分からちょっと言いたいことです。すいません、びっくりマシストックあれば差し上げたかった。はい、ということで、5位まで紹介したんですよね。はい、はい、続きまして、お、これは珍しいですね。珍しい。4位はこれあれですよ、新ネタ、はい、アーミーバイワイパーの M ボーリーフレンチ、アーミー M ボーリーセルビッチデニムパンツ日本製、うん、これはリジットですね。はい、はい、これは先日我らがエレルットが YouTube でもご紹介した、うん、ご好評いただいてたゴーニーパンツのデニムバージョンの再販ですね、これに関して、うん、はい、が4位にランクイン。これはまあ後におそらくですけど別モデルが上に来てるでしょう。そうですね、はい、これは再販モデルなんですけどね。ただですね、やはりこのデニムパンツにゴーニーのディテールが入ってるっていう、うん、この今までありそうでなかったパンツなので、やっぱ前回からご好評はいただいてたんですけど、さすがですね。さすがですね。やっぱデニムのことを語らせている時の LL とはもう安定感が半端ない。あと、まあ、アーミーでやっぱ伸びてるのもやっぱデニムっていうのもあって、はい、やっぱ LL とイコールまあなんかデニムみたいなのがありますね。確かに楽しそうですもん、話してる、うん、しかもこのパンツもいいですしね。これスバル持ってなかった？早々に買ったのこっちじゃなくて、いやこれじゃない、マル 47の方ですね。はい、マルがうちで言う。そうです。マルはアーミーバイはほぼコンプリじゃないかなっていうぐらい、うん、結構作業頻度高いですもんね。うん、まあ、ただこれに関してはちょっとおそらく別モデルが上に来てると思いますので、楽しみに、はい、はい、で続きまして、第3位ですね。ここで来ました。第3位は8812ファブリックプレミアムプリント T シャツのファイブラインカレッジ、うん、で、はい、5段カレッジが来るわけですよ。うん、まあ、さっきスバルが言ったようにこのカレッジものはこの段が多いほど人気が高いという中で、もうまれもまれな5段を再現した、うん、表現した T シャツが3位ですね。うん、はい、これはもう分かりやすいですね。もうザ・アメカジ、確かに、うん、プリントのものの中ではこれが一番人気ということになってますね。まあそうですね、うん、5段は確かにヴィンテージ資料でもなかなか見ないんじゃないですか。7とかだったら一番この市場で この流通量っていうのを今把握できてるかもしれない。見ます？5段あんまり見ないかもです。ね、5段は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 見ないよね。5段はね、5段はないよ。3とかはありますか？3とかには聞いてない。4もまれで5段もあるんかな。まあ、ド迫力です。だからこれに関してもね、またリクエストがあればひょっとしたら5段の差もあるかもしれないですけど、うん、ね、はい、で続きまして2位ですね、うん、2位も続きます。 8812 T シャツのここでポケ T が来ますね。おー、やっぱり安定ですよね、これは。そうですね、まあ、これに関してはその最初の生産数でいうと私たちの見解でやっぱり無地のポケティが一番、皆様からのリクエストが多いかなと思って数量も多かったんです。うん、まあ、その影響もあっての2位だとは思います。確かにそうですね、なので今現在でもこのポケティに関してはおそらくヘザーグレーのミディアム以外はまだストックしてますので、うん、ご購入がいただける T シャツでございます。まあ、このシンプルイズベストですね、これは。私もグレーの M を今回購入させてもらいましたけど、ね、うん、まあまあ着やすい、うん、洗いました、で、やっちゃダメだよって言われてることをやっちゃいましたね。でしょうね。やっぱ縦の縮みがちょっと激しく出てるので丈が短くはなってますけど、まあまあそれを踏まえても私はもうリスクを承知の上でやったので XL って買っとかないと。そう、L 買っときゃよかったんですね。あ、まあ、全然着れますけど、今の M で。だからもうどうしても乾燥機かけないといけないみたいな状況の人はその縦の縮みが出ることをね、もうご了承いただけるならありだと思いますけど、うん、まあ、その縮みますから。それ乾燥機ってかけますか？あ、ね、うちは今毎日かけるんだよね。うん、子供のね、保育園の時はどうしても翌日の投影の時に必要みたいな。確かにですよね、うん、
みんなかけない。やっぱそれが何よりかけてないの。いや、これかけますよ。毎日、うん、いや、やっぱなその保育園かけるで。あ、そっか。環境によるですね。どっちどっちそれかけない。お、かける。あ、かける。そう、まあ、やっぱ保育園の環境が。保育園だね。え、てかむしろすごくない、乾燥機がついてるってこと？いよいよかけいきます。え、こんなのに毎日行ってんの？毎日は行かないです。ああ、じゃあ基本的に週に何回かの洗濯はもう洗ったらコインランドリー行ったみたいな。まあ、そうですそうです。だから太一もしかしたらあれなんじゃない、その月1ぐらいで洗濯してるから。月1なわけないじゃないですか。どんだけよく溜めてんすか。どんだけ欲持ったんですか。めちゃくちゃ洗濯してますよ。いやでもいました前、あの自分下宿で、はい、あの下宿というか寮の時に、はい、もう1週間同じパンツを履き続けるっていう先輩いましたもん。はい、あの下着のパンツを、下着のパンツを、はい、その表3日裏3日みたいな。あ、裏も、はい、裏も使う。裏も汚いものが表に伸びてるってことでしょ。はい、うわー言いました、はい、寮にすごいな。さすがです。さすがですね。やったことないイメージつかない。勝手にねやってないですからね。え、何の話これ。思ったなんだっけ。リバーシブル乾燥機かける問題です。だから基本的に だいたい洋服の品質表示見たらダメって書いてあるのがほとんどですよ。確かに OK って書いてあるのが珍しいと思います。ここはもうその本人のね理解のもとというか、はい、まあけどあまりおすすめはできないです。水洗いでさえだって身幅が4センチぐらい縮まっちゃうので、うん、洗濯でもちょっと恐ろしいですもんね。そうです。なんかさすがにニット系とかが縮んでもう切れたもんじゃないってなった時はショックでしたけど、それ以外はもう私の許容範囲なので、うん、まあ長く今の知り合いを頼みたい、あの楽しみたいっていう方はやっぱもう水洗いの身に越したことはないですね。はい、だから俺佐藤さんがすごかったですね。あの佐藤健さんね、あのうちの常連さんの、はいはい、インスタで一生に一度しか着れない T シャツみたいなそのチャッチを送って、はい、この届いたこの時だけしかこのシルエットは楽しめないから洗っちゃったらもう着れなくなっちゃうんでこのシルエットではね、うん、今を楽しみたいみたいな感じしてた。そういう発想か、うん、なんかかっこいいな、うん、その発想がこのシルエットは今この一生に一度これ一気に下ろしたてのこの時だけみたいな。はぁ、まあ、T シャツに限ったらそうっすよね。まあ何でもそうなのかもしれない。ジャケットとかだったら最悪、まあ、パンツデニムパンツとかも洗わなく、うん、乾燥機もまあもうかけませんっていう人はいるかもしれないですけど、はい、T シャツに関してもう洗わないっていうのはもう選択肢としてないですよね、はい、特に今回の88万生地の特性上ね、どうしても身幅が縮むっていうのはあるので、はい、水洗いだからそこも踏まえてこれも下ろしたての今日限りだから、はい、で通行で組んでインスタに投稿してもらってましたけど、いや俺だから感覚なかったんですよ今まで。服興味なかったんで、はい、服を、洗濯したら縮む、乾燥機かけたら縮むっていう感覚なかったんですよ。でデニムとかは逆に洗わなかったらそのあのそのすぐ育つとか全然知らなかったんで、はい、自分あの47めっちゃ履いてる時、うんうん、たまに洗ってたんですけど、はい、やっぱデニムとかってパンツとか洗う機会、まあ、少ないじゃないですか、はい、でいざその LL ウッドにうわすごいねスバル君みたいな、えそのパンツ洗ってるのって言われて、はい、その時に、はい、もうなんか急に恥ずかしくなっちゃって、はい、洗ってない汚いパンツ履いてるねみたいな感じで言われたので、ね、洗ってますよみたいな感じで言ってたんですけど、はいそういう意味で、ね、洗ってますよって言ってるんですけど、エレルトからしたらあ育ってるから洗ってないのかなっていう風に聞いてたみたい な、まあ、そういうのもありましたね。確かにすごかったですね、スバルのあの成長具合。いやすごかったです。はい、今日あの朝、まあ、ちょっと違うところで打ち合わせがあって、はい、その前にちょっと時間あったんで、はい、自分のこのかかってるやつ見てでデニム見て、はい、で47のデニムとあのワイパーのあの48の、はい、ティーバッグ、はい、あれも外に今かけて、はい、あのサンフェードさせようとしてるの、はい、エイジングさせてます。サンフェード、はい、すごいな。着てない時にエイジングされて育ってるかもっていうのがなんか最近すごい、はい、
結構来てるっす。あのフェードは結構チャレンジだよ、それ。あれ、まあ、そうね、肩がつくというか、いい感じですればいいけどね。はい、そうですね。ハンマーのラインに沿って入っちゃうと、ちょっとショックだよ。ああ、外しときます。外しときます。もう遅いかもしれない。もう遅いだからね。ここに、そう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 。綺麗にこのハンガーの跡が入っちゃう、うん、ダブルフェイス俺もうすごいですよね、真ん中にこの線、縦線って俺もずっとかけちゃって、匂いが半端なかったから。トコさんもゾンフェード、ゾンフェードしてました。あ、それなんかどういう色落ちしてたの？もう本当ヴィンテージっぽい感じで、ちょうど日に当たってるところが汗出て成功じゃん、それは。いいね、ちょっと放置してるって言ってましたよ、田んぼとかにね、捨てるってこと。トコロさんね、うん、なんか誰かに言っとかんともうゴミと思って勘違いされて捨てられてる。ああ、なるほど。やばいね。それぐらいまでボロボロにしてるって感じ。いやー、いいな。楽しみですね。じゃあ48してんだ。48してますね。はい、いや、切れる期間やっぱ少ないじゃないですか。はいはい、もう今切れないし、まあ、でもなんかもうずっとかかってるから、うわあーって思いながら、はい、あ、じゃあもう外に出しちゃおうと思って、そしたら今もう。その表現方法もステッカーの時からハンドマイナリティがその表現方法が続いてるけどこれやっぱ映像なんで、やっぱできるだけその体で表現しようかなと思って、はい、目で見て楽しんでもらいたいけど、そうです、はい、じゃあもうスバルの 48 T バックの成長に交互期待、サンフェードしてるかもってことですね。ということで第2位は8812のポケティ曲ですね。はい、はい、そして今週の第1位です。第1位はアーミーバイワイパーのフレンチアーミー M52 セルビッチデニムパンツのヴィンテージウォッシュですね。これマジですね。これはまあちょっとね、納得ですね。はい、まあ、なんかすごくいいタイミングでした。しかも、うん、なんか最近このもうベタな、昔流行ったこのベタなヴィンテージ加工、わ、うん、かりやすいヒゲが入ってみたいなのは、うん、なんかすごく新鮮に映って、うん、いいなと思ってたら、やっぱもう今までのアーミーバイワイパーの中でもトップクラスに今回これ受注生産で、うん、あ、たくさんのオーダーをいただいてます。ああ、やっぱそうなんですか。圧倒的に今回このね、リジットとユーズドとヴィンテージありますけど、このヴィンテージが圧倒的です。うわー、これ絶対嬉しいでしょ、LL と。嬉しいでしょ。今休みなんですか？休みですね。あの、コロナに感染してしまったんですけど、日本で30日収録なんですけど、明日から復活してますんで、うん、だからこのアーミーバイワイパーの受注期間はほぼお休みだったんですね。あ、そうですね。あ、そうなんですか。残念なことにね。なんか通りで最近見ないなと思ったら。いや、ただこれ素晴らしい。だって15年履いた想定でのエイジングですから。これはだって私たち最近言いますけど、もう15年育てるその余生があまりないんですよ。そうなんです。いや、そう中村さんがもう僕かもしれないですけど、自分たちも15年育てるって言ったら、もう4本育てれるか育てれないか、本当にそれもうリアルにそうなってきてるから、はい、あんまりこうリジットを買って、よし、じゃあゼロから育てるぞとか言ってても、育たないうちにもう行っちゃってるかもしれない。いや、そうです。そっちは、はい、一本もいけないかもしれないですからね、もう。ありがたい。いやいや、分からないよ。俺も一本もいかないかもしれない。もしかしたら。はい。一寸先は闇なんで。はい。わかんないですけど、年齢的にですよ、ね。はい。だからこういうね、ヴィンテージ加工とか、ウォッシュ加工、ユーズド加工っていうのは結構今後のキーになってくるんじゃないかなと思ってます。これ、俺すごいなと思うのが、ヴィンテージ加工、ウォッシュ加工ってありますけど、その昔もあったって言ってたじゃないですか。あれってでもケミカルウォッシュとかあって、全体にかかっちゃうじゃないですか。はい、これの場合、その濃紺がすごい出るんですよ。そうですね、ここだけ出てとか当たってとか。だから、どうやってやってるんやろうなと思って。いやー、これはもう、国内のね、職人さんだからこそできる技といいますか。ボタンもすごいですよ。ボタンの裏もすごいです。で、このステッチの削れと、あとこの、ここのボロボロ感も、マジで本物っぽいんですよ。確かに。すごいです。さすがです。
これ欲しかったですもんね、ちょっと。あ、これやっぱいいな、こんぐらい分かりやすいデニムのヴィンテージ加工っていうの。だから自分の LL ウッドに言いました、これ欲しいですって。あ、買いたいですって。はい。そうですね、もうまだ間に合うのかな。もう受注は終わってますからね。それぐらい魅力的なアイテムですから。はい。だから今後やっぱこのヴィンテージ加工っていうのは一つのキーと先ほどもお伝えしましたけど、だから他の軍パンとかデッキジャケットとかフライトジャケットでもできたら、レザーなんかでもできたらいいだろうなと思いますね。っていうか自分思うんですけど、はい、お客さんでもうだいぶ履いた47とかを新品のものに変えてあげるとかって、で古いエイジングされたやつをもうこっちでストックしていくのもなんか一つなんかいいんじゃないかなと思うんですよ、はい、ワイパーインクのものだから、そのあれとしてコレクションじゃなくて、あの何ですか、アーカイブとして、なんかどっかあのあそこがやってるんですよ、エコン、あのデニムの会社がそのお客さんのエイジングされたやつを買い取るっていうのをやってるんですよ。それも売り物として売るんですけど、そっちがもうすごいかっこいいですよ。新しいですね、それは、はい、発想としては。結婚があり得るかもしれないですね、可能性として。確かに。なんか岡山で聞いたことあるデニム屋さんで、なんかこれは漁師が何年入ったアークでもあるしね、アークテリクスでも。まあ、なんか農業の農家の人たちに配ってなんかエイジングさせるっていうなんかイベントもあったりとか、なんか私はリーバイスかどっかなんかやってたんですよね。そうですね、ワークリアですけどね、はい、一番リアルなエイジングが出るというかね、はい、ですなんで、まあ、ここ納得ですね。今後のヴィンテージアイテムに乞うご期待という感じですね。課題ではありますけど、ワイパーインクとしては。そうですね、はい、で納得の第1位は LL ウッドのデニムパンツでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、今週もガラッと変わりましたね、新ネタ。そうですね。ワンツーがほぼ独占というか上位をする中に、はい、LL ウッドが1位を。いや、すごいですね。新ネタが毎週あるっていうのがすごいですけど。はい。そうですね。目まぐるしく変わっていく。また来週もガラッと変わっている可能性もありますので、はい、ランキングもお楽しみに。お楽しみに。はい。はい、キル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 って。で、ここからは視聴者の皆様にもいただいたコメントをご紹介するコーナーになっております。視聴者お便りコーナー、クー今日ちょっとスバルに引き出されてる気がします。持ってかれてる、なんかそのちょっと滑ってる感じになってて、なんか滑ってるマンしてる苦戦回収はい、滑ってるマンやられたはい、ということで今週はこれテーマ何だったんですかね。企画マーケティング部に、うん、してほしい企画、あ、なるほど、今後の YouTube のコンテンツだったりでやってほしい企画ってことでお便りたくさんいただいてるわけですね、うん、はい、うん、前回と同じかな、内容を募集してるはずですね。なるほど、わかりました。じゃあここからはみんななんかそれぞれ気になるやつがあったらいきますか。はい、じゃあももからいきましょう。これ私からですか。はい、スバルはもうなしでもいいぐらいの確かにですね、ですね、ちょっと待って待って待って上から、上の右から3つ目左から2つ目のやつ、左からパン食い競争ですかこれ私が読まんとパン食い競争、いや運動会ですよね。そうね、これ多分そこへ、あ、はい、ちょっと読みたいやつ、はいはい、いつも楽しい動画感謝です。体が大きい人向けのコーデ動画があると嬉しいです。ああ、なるほど、うん、まあ、確かに言われるんですよね、うん、そっか、てか企画マーケティング部は基本的にまあ大きい人もいるから、うん、ね、ぜひこの戸高スバルの出番じゃないですか。うん、あ、体が大きいって、そういうことですね。身長も身長が高い人ってこと、うん、それとも、ね、まあ、マルさんじゃもう物足りん、マルはミドルレンジに来てますからね、はい、その、向けの、そうそう、うん、痩せすぎちゃってるかもだんだんちっ
ちゃくなってきてるから、大きい人だけ集めてる。戸高さんとスバルンとマルちゃんさんと新平、トミーがね、新平、新平、ヘアスタイル良すぎる、ね、新平。でも新平みたいな人もワイパーを参考にして買うかもしれないわけですから。確かに、はい、これは大いにありえますね、うん、そんな大きい人っているんですね、ワイパー。だけど結構そのうちの常連さんでいうと、大きいサイズを大きいサイズをって言われる、まあ多いですよ、うん、そうですね、ビッグダディさん、乗り合い協会さんだったりとか、大きいサイズがあると嬉しいですみたいな、うんうん、確かに、まあ、ミリタリー着る方ってそのなんか筋トレされてたりとか、まあ、スポーツされてたりとかで、うん、結構体格いい方もいれば普通にめっちゃ背が高い方もいるし、うん、そう、まあ、特にワイパーはこの私が出ることが多いので、ちっちゃいあるあるを代弁することは結構あるんです、はい、ちっちゃいからこそこの悩みがあるとあの共感していただく機会は結構あるんですけど、逆に大きいあるあるも絶対あるわけなんで、うん、確かに、なんか大きいと羨ましいねとか言われがちだけど、実は結構苦労するんだよみたいなところもあるでしょう、おそらく。そんなないですね、ないんかい俺のくだり返せいや、戸中さんがありそうな顔してる、このパスをでも大きいけどウエストもでかいからあっていうのがどういうこと？いや普通に長いは長いけど、はい、ウエストもでかいから俺結構ウエスト細い方だから、そう、絞らなきゃいけない。ただ長ければいいわけじゃないですよ。そうそうそう、その標準とされているその長さとウエストのあれが合わないと。私は長いのも欲しいけどウエストはちっちゃいのも欲しいんだ。そうそう、あ、ウエストで合わせちゃうとめっちゃ丈短いみたいになっちゃうってことか。でもレディースもそう、私とかも身長高めだから、はいはいはい、なるほど、そう、レングスとのバランスが合わない。なるほど。でもその点女性だったらワイパーインクのやつとかはウエストはちっちゃいけど、レングス基本メンズだからまあ長いしっていうのはめちゃいい。あるんで、だから大きい人、逆にサイズはあんまりなかったりするの、大きいの。今特になんか言うてもほら古着市場でも大きいサイズをどれぐらいの身長でももう LXL とか下手したらいっちゃうぐらいだから、もともとね、そっち側のキャパのものを俺らが奪いに来てるから、はい、競争率上がっちゃってるみたいな。それそう、もの、うん、によってあれなんですけど、はい、まあ、カバーオールとかヴィンテージカバーオールとかは、はい、でかいの、もともとでかいのがあるから、うん、ショートのちっちゃいものとかがすごい需要あったみたいなんですけど、うん、今はでかいもの、うん、逆にあのヴィンテージの T シャツとかになると、うん、もうあのスクリーンスターズとかチャンピオンのやつとかってめっちゃ身幅細いですよ。確かにね。だから俺 WX のやつで買ったら身幅めっちゃ長いから、もう最悪買うなら WX 買って丈を詰める、うん、みたいなやり方じゃないと、はいはい、その昔のものの規格にないんですよ、うんうんうん、だから本当もう2000年代以降のデザインのものしかあんまかっこよく T シャツ着れないっていう、はい、それはありますね。まだそういった話を聞けるだけでも嬉しいんですか、コーディの中で、うん、ね、戸高さん足バカでかいですもんね。足29、はい、29、まあ、身長もバカでかいですよ。そうですね、バカバカ言うな。いやだから靴もないですよ。靴もない、確かに29ない。あ、それこそだからバンズはうちの展開するバンズはもう30と31まで展開するんですよ。すごい、でかい。逆にでもなんかビッグサイズ特化みたいな、なんか逆に安くなってること、ね、ありますよね、ワイパーも、うん、ワイパーあります、うん、ありますもんね。29売れ残って安く出してるみたいなたまにありますもんね、うん、はい、あるある。それの時はいいけど、はいはい、もう普通のアウトレットとかに行っても、はいはい、なんか27とか28とかはまあ結構あるけど、そっか、極端にない種類、うん、まあ、ロット数が少ないですね、まあ、そうだな、うん、だって俺らも仕入れる側で靴やろうってなったらやっぱ29は下手したらつけない場合もあるもんな、うん、28までっていうのが、うん、ベタに行くと、うんうんうん、だいたい28までですよね。あとそれ以外で、ね、日常生活ででかすぎて逆に困ることとかないの？身長が、そう、身長がでかすぎて、例えばなんかバスに乗ってる時とか、いやもう頭はぶつけますよ。あ、やっぱどこしょっちゅうそれも、それもこの前方不注意で電車乗ってるじゃないですか、で、つり革こう掴んでて、うん、で、この広告がこう、ちなみに何センチ？186、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 186
けえな。188cm。うん、かけえな。だからもうちょい上につけてほしいです。あー、すごいな。あ、何の？その項目、中継ぎ項目。あ、だからあれですよ、釣り革も、あの釣り革かって金属のとこ触る感じですよね、そうそうそう、持つ感じですよね。もう低すぎて。はい、すごい。え、釣り革ここにあるよ。ね、あ、だから、そこにあるよ。だから、その鉄全部、鉄のところの方が逆に、もう普通に。あ、サイズ的にはいい。すっあれなんですか、その、自販機とか、そのエレベーターのボタンとかも、巨人なり。そこまではなんか、それは感じたことない。そのお釣り取るときそのもう言ってもそんな変わらない。もっと6センチぐらい。水扱いしてないの。小指でしか取れない。薄いの180の？全然違う。そういうそういうまあ、でもやっぱ6センチの差って結構でかいんで、まあまあね、多分見える世界がだいぶ違うと思うんですね。え、レン君の全然俺は179とかでした。うーん、あー、うん、体重も軽いもんね、レンの前の。そう、42ぐらい。47え、けど50代。いや、60っす。60は、あ、そうなんや。え、トドカさん、うん、これはあるってことですか。いや、めっちゃあると思った。お、そうなの。ただ、これは何キロですか。これ72。それは186の人の中では軽いんじゃない。うん、多分、うん、だったらそんな別に変わんないですよ。その6センチ低くなって6キロ、うん、あの少なくなってるんで、そんなあるわけじゃないですよ。ああ、そう、比例するとっすね。え、3キロでした。比例するとね。いやいや、そう、嘘ってなんかもう、表一のびっくりマン出てたから。それはびっくりマン。しかも今、シレットの人に表一のびっくり手出てたから。いやいやいや、びっくり手。いや、でも、もっと痩せてみる。確かにね。確かにね。そうですね。バイバイ来て太った。あ、太った。昼美味しいの食べる。昼、最初めっちゃ食わされて。あー、みんなと一緒に。部活みたいな。いや、そっから。食わされてる。めっちゃ嫌そうだ。最初、だって聞かれずにご飯大盛りが来ましたもん。そうですね。でもあれ慣れて、今はそんぐらい食わんと腹減るっすね。その、その大盛りのご飯来た時どう思った？いや、これ毎日きついな。これ毎昼きついなってなって。いや、そこびっくりもやったね。まあ、全部もう厳しい。全部自分最後落ちる。どこで疲れたんだよ。びっくりも使えたことない。いや、それ言っとったらもう、うん。ガチダメだってみたいな。中村さんもだって待ってましたよね。中村さん分かってましたよね。絶対自分が行くんだろうなと思ってね。だけどそれで俺らかませんじゃないんだ。ああ。まあでも中村さんだったら多分その振りが来たらもう絶対。いやいや、逆に使いづらいわ。びっくり系行きづらい。そうね。人間の会みたい。本当よ。はい。ああで7つ目の質問。いやいや、待って。そうです。めっちゃボケない。やばいね。やばいんですよ。太一？次。太一？はい。太一もいつも太一のことも太一が大好きな人がたくさんコメントくれてるね。そうですね。うん。違うプレッシャーを感じてるの、うん、プレッシャーをすごい感じてるんでちょっと違う感じ、違う圧を感じてるんだろう。ちょっと普通の、あ、スバルと7の爆買い Vlog。 具体的ですごいいいですね。スバルと7指名なんやな。まあ多分爆買いしてるのは多分ね、はい、せかしともあったり、はい、フリア行ってるからってことでしょ、これよく買う2人やもん、うん、
確かにそういうのはねやれたら面白いなと思いますけどね、うん、他の店舗行って爆買いみたいなね、うん、そうですね、けどまあ難しいですよね、それは。そうですね。まあ、まあ、なんとなくさせていただけると思いますけど、うん、ワイパーの看板背負って営業中の他の店行って、いやいやいや、取りまくるみたいな。いやいや、きつい。互いに取りまくりますからね、うん、そういうとこですね。うん、またできたら面白いだろうなと思いますけどね、その、うん、まあでもあれですよね、ワイパーで一番爆買いしてるの誰やと思う？ LL、 うん、ダントツ LL ルートじゃないですか、うん、もう爆買いとかじゃなくてもなんか常に何かを買って、うん、病気よな病気、まあ、いやでもワイパーで一番の爆買いは社長っすね。あ、変わったか。なんか、もう、もう、忘れた？いやいや、それ、そのボスは、なんだろうな、その、ワイパーとしての、その仕事の絡みありますからね。まあ、そうですね。アーカイブとしてこれは残しとかないと、買っとかないと、みたいな。まあ、そうですね。LL ルートはもう完全に、もう私物っすもんね。そうそう。しかも LL ルートはもう定期的にその、リリースもしてるから、その、下界が起きてる。あ、そういうことですか。量が多すぎて。なるほど。うん、ちゃんとね、小遣いの中でやりくりしてますよ、LL って、うん、しかも面白いですよね、LL って年間の小遣いですもんね、確かに、そうです、そうです、なんかすごくないですよね。いや、でもそれ聞いてて、年間だから、そのもらえる月にガッと買うんだみたいなって言ってたんですけど、最近、毎月のようにガッと買ってるから、なんか他の収入あるんじゃないみたいな。上がったんじゃない？はい、家庭内と仕事で。いや、そんなことないです。あ、いや、だから、いや、だから、やっぱリリースしないと、あ、無理なんだろうなと思って。それはありますよ、ね。はい、物量がすごすぎるんで、LL、はい、うちに、ね、自宅にもたくさんあって、ここなどね、一歩出れば、LL とコーナーがたくさんありますから、ね。確かに。はい。ありますよ。え、もともとの？え、言ってない。スバルと奈良の爆買いです。飛んでるやん。そもそもの話。急にゆっくり。結構回ってきてる。ゆっくり使えたやん、今。怖いってこんなスタイルが。いいよ。はい、ということでしたね。はい、で、やりづらいでしょうけど。綱引き合戦。そこ行くの？ワイパーなんか筋トレしてる。確かにね、これは面白いかもしれない。これ多分ちょっと前にね、あの運動会とかしたら面白いんじゃないですかっていうくだりがあったんで、それを見ての種目なんでしょうけど、ですね、誰が一番パワーあるんですか。いやけどうちで言うとボスは、うん、わあ、もうやばい。だってボス対他の全員のスタッフでも勝てるか勝てないか分からん。右だけは相当鍛えてますからね、うん、アーレスでやってるんで、うん、あと宮崎も最近筋トレしてますから、はい、うん、ちょっとこれ言っていいか分かんないですけど、はい、前社長とトミさんでアームレスリングした時、はい、トミさん脱臼したんでしたっけ、ね、はい、力入れすぎてね、はい、それぐらい強いです。いや、トミーも強いですからね。そうですよね、強そう。一般的に人からするとトミーは十分強い方なんですけど、うちのボスはちょっともうガチな方なんで、はい、競技としてもう志してる人間だから、はい、レベルが違うというか、すごいな、めっちゃ強い、うん、面白そう。でも綱引き、綱引きは確かに単純明快。イサも結構ごついです。体幹鍛えてるって言ってました。あ、確かに綱引きか。まあなんかやってみたいですよね。まあその運動会的な何かはやってみたいですけどね、はい、けど種目で言ったらそれこそこの間車の中で話してたバスケ経験者も意外と多いから、はい、それでバスケットしたら、まあ、体育館って結構リアルに借りれそう。そうですね、雨でも大丈夫ですし、 そんな別にその大人数でやればお金も高くないね、はい、ボール一つあれば最悪できるし。そうですね、もうじゃバスケもねですね。リナさんもですよ。そう、混ぜてもいいじゃん。トダカさんバスケですよね。で、横木さんもバスケですよね。あ、そんないるんだ、はい、あと誰くんで、タイチ自分もバスケですね。あ、それタイチもバスケやん。あと、多いじゃん。あの、藤本さんはスラムダンク好きですもんね。あ、だから俺も好きよ。スラムダンク好き。安武さんも好きよ。安武さんも好き。それ言って言い始めて気に入れば研究者いるから結構いい感じでこうバランスが取れるチームが作れそうな気がして、はい、
なるほど。でも意外といないですね、そう考えたら。まあ、ここの割合はすごいけど。女子に2名いて男子に3名。そのぐらいと。1人って考えれば十分こう入れ替えでやっていけばいい勝負になりそうみたいな。確かに。やってみたいな。あとは何かあるかな。あれや、ハンドベースボールみたいな。キックベース。キックベース。ああ。めっちゃ楽しそう。キックベースいいね。あれはワイワイできそうだね。あれできそうだ。レン君もともとキックベースやったよね。いや、俺そういう人はいると思う。それはよくない。いや、それはわかんない。それはあるかもしれない。それはやっぱ続きとか意外とそういうのやってテコンドーをやってたぐらいだから、やっぱこう、そうですね、マイナーなやつにもやりたがる人。合気道ですよね。合気道だったっけ。合気道じゃない、合気道。ありえるかな。やっぱ違う、みんなと違うところに違うものに来たみたいな、いるから。ドッジボールだって部活あるもんね。大会もあるし。あ、そうなんだ。はい。海外とか結構有名ですもんね、ドッジボール。ドッジボールってか楽しそうやけど怖いな。ドッジボール久々入れて、俺大好きやったな。はい。ちょっと俺言っていいですか、次じゃん。俺これね、これはなんかさ、さっき言ったようにいろんな大人の事情じゃなくてもできそうな気がする。街でミリタリーアイテム着てる人を見つけるまで帰れません。あー。これをワイパーインクにする。うおー。おー、なるほど。いや、いますよ。ミリタリーの方が絶対いるでしょ。あ、まあ、ミリタリーの方が、うん、そうですね。そこ見つかる。ワイパーインクっていうハードルにすれば、福岡市内だったらなかなか、うん、レベル高い気がする。でも清川はダメですね。ダメです。それもだって、ね、天神メイン、天神の稽古公園、なんか何組かに分かれてやるの面白そうやな。あ、確かにね、終わった人から戻ってくる。あ、稽古公園拠点でやるのは面白いかもしれない。それでもめっちゃ面白いかも。ワイパーインクを着てる人に会えたら帰れるってことですか。そうそう。あ、一人じゃ早い段階かもしれないから。え、それかアイテムをこれとこれとこれって決めといて、うん、その人が来たらいい。あ、6号履いとるとか。あ、それは。いや、ワイパーインクよ。いや、ワイパーインクじゃなくてもいいじゃないですか。ああ、そうだね。そう、うん、で、1個にわかるかな、ワイパーインクなんか普通の。え、それでワイパーインクかなって思って声かけたら、え、何ですかみたいな感じになる可能性もあるし、まあ、うん、面白そう、それ面白そう、面白そう。なるほどね。これはできますね。あ、それいいね。しかもなんか宣伝っていうか、なんかあれにも なりそうです。知らない人に。まあまあ、そうですね、うん、なんかね、バズりもありそう。なんかプレゼントをなんか用意してね、はい、協力いただいた皆様には、うん、そうです。ワイパーインク、まあミリタリー縛りも OK で、稽古公園あたりでやるのもいいかもしれない。うん、面白そう。夏、秋口ぐらいがいいな。夏はあってから真夏はちょっと危ない。確かに。しかも冬になったら結構各、ね、アイテムも多いですし、アウターとか含めるしね、はい、パンツとかもいっぱいある。秋冬いいかもな、うん。まあ、それか、あのワイパーをフォローしてる人をなんか何人見つけるみたいな。ああ、面白そう。定期的にね、はい、ワイパーしてますか、フォローしていただいてますかみたいな、はい、確かにね。で、フォローした人にはなんかあげるみたいな、うん、はい、スニーカーあげるとか、どっかで聞いたことあるなんかありましたね。ありましたね。いやけど面白いかもしれない。面白そうや、うん、想像できた。なんか、うん、確かに可能性ありますね、これは。はい、うん、やってみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なんはい、うーん、シチュエーション別ミリタリーコーデ特集、デート、ディナー、旅行。これはちょっと苦い思い出しかないし。おっとっと。え、これやってません？はい、やってる、やってます。これやりましたね、確かに。ちょっとそろそろ第2弾。もう一回って感じですね。次は何ですかね。あの新スタジオができたら。確かにね。できたらいいな。のもう心待ちにしてます。いや、逆に中村さんがもうその自分がだったらこれだ、この企画だったら勝てるっていうのを、このシチュエーションだったら勝てるって。ハードル上がってますけど。それで惨敗したのはもうどうしようもないですね。逆に私もテーマ決めないといけないんで、欲しいです。何がいいですか。あ、そのコーデの、そう、この前はお花見だったから、お花見ですよね。まあ、このデートとかはなんかデートも微妙にしましたよ、この前ね。あ、まあ、確かに、デート、うん、
どこかに旅行みたいな。場所？そうですね。何がいいかな。まあでもなんか言ってたのは、あの違うアカウントで言ってたのは、花火デートとか。なんか、あと沖縄の夏とか、なんかそのシチュエーションをお客さんにあれしてもらって、でランダムでピーピーピーって当たったなんか5つとかのコーデを出すみたいなやってるところがありましたね。はい、確かにそのランダムのもいいかも。うん、イメージっていうよね。夏ね、まあ、けど夏よりは秋にちぐらいのがね、夏はどうしてもな、だからこそっていうのもあるかな。うん、そうですね、みんな見たいかもしれないですね。確かにそれこそ今日みたいなコーデとかね、夏らしい、もうそれはあるですね、うん、夏単調になりがちなんで、メリハリというか、うん、そういうためにも、うん、そろそろ8月にじゃあ7がやるかも、やってみようかね、うん、いいっすね、頑張ってくださいね中村さん、はい、いや、まあ、みんなでメンバーもちょっと変えてみて、まあ、面白いかな。ベンとかも来るかもよ。そうそうそう、おぉ、UK スタイル来る。イギリス旅行に行くならとかあったら最高だ。ユニオンジャックでね、いいんじゃない。ご期待ください。はい、はい、じゃあ戸高さん、はい、もうすでにやってますがショートコント、あ、これはもう本当それこそ戸高にお願いするのが一番です、うんうん、だからこれ結構俺が編集しますよ、だから戸高さんがやってる。演者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 戸高バージョンも演者演者とりあえずなんかネタがね思いつかないとできないし、はいはい、そうですね、横木さんが乗らないと、これ今のところなんですか、全部横木があれネタは考えない、それとも戸高がこれどうですか、完全にその元のそのあれがあって、はい、それをどうそのミリタリーにこう結びつけるかっていうのを俺がやってる、はいはい、なるほど、だからそのネタを探すのがっていう、うん、難しい、結びつけるのがすごいですよね、うん、いや常にアンテナ張ってますよ、うん、なんかもう今あれあるんですか、思い浮かんでるもの何個か、何個かあるけど、どうこれをミリタリーに結びつけるかっていうのが結構難しくて、なるほど、どうにかしないとなって、はいはい、ソードさんとかと喋ってもいいかも、ソードさんめっちゃ、ソードさんね、うん、無理やりうまいですからね、そうね、あとなんかインスタグラムでバズってる超おもろい動画とかやっぱあるじゃないですか、普通にこう見てて爆笑するやつとか、あれをなんかワイパーでなんかそのミリタリー落とし込んでやってみるとかも面白いかもしれない、ネタを探します、うん、こればっかりはね、横木の腰が重たい腰が上がれば そこから早いですけどね、 そこまで慎重にネタを精査してますけどね、うん、はいはい、はい、じゃあそばそばで、いやあれですね、これみさんって保坂くんですよね、うん、あそっか、今回もうモザイク入ってないけどこれは入れれてないだけでよかったっすか、読んで確かにそうですよ、これいつもだったらこのモザイクかけたら誰のっていうと分かんない系で話しますからね、そっか、今日なんか、ね、みんなそこは触れずにいってるから今のところセーフやったんですけど、あ、そうやん、あ、俺もう全部言っちゃったあ、ピーで、ね、そう今のピーするようなことでもないけどピーしますか、ミリタリー系のいろんな会社さんやお店でインタビュー、また業界のいろんなトークを見てみたいです、うん、はい、これさっきあった、まあ、別ね、よそのお店に行って爆買い動画をやってほしいですみたいなのと同じで、うん、大人の事情でしょうね、そうですね、これ一番ハードル高いかもしれないですね、あ、まあ、やったら面白いですけどね、まあ、これ、まあ、それこそ綿貫さんたちがやったみたいな完全に畑違いの感じの業界というかアパレルの中でもだったらありえるかもしれないですけど、ね、そうですね、でも取り扱いのあるメーカーとかって行けたりしない、うん、あ、それはあるんじゃないですか、あ、それは面白いかも、例えばリーバイスとか、うん、リーバイスとか、うん、なんかこうグレゴリーとか、ね、そうそうそう、うん、はあります、直営で行くとかね、うん、
でこれをやってるけどうちはやってないモデルってこんなのあるんだみたいな感じの、あの掘り下げっていうのは多いね可能性がある。いやそれこそバンズとか、うん、なんかスニーカーのブランドとか、はい、取り扱いあるやつとか、まあ、ロトトとかでもめっちゃおもろいかもしれない、うん、だからミリタリーじゃないですけど、うんうんうん、まあ、そういったブランドさんとの取り組みは可能性は多いになりますね、うん、別注とは違うまた切り口での取り組みというか、うん、直営店行ってみたいな、うん、はい、そうですね、それはありますか。でもそうですよ、それこそさっき今戸田君が言ったけどまだ動画にはできてないですけどね、この間そうバーチャルと2人で、うん、やったやつみたいな、うん、いやあれできたら面白かったな。いいバイス、うん、あとまだ言えないんでしょうけど何社かあとね、うん、やってますもんね、うん、あれどこまだ一歩も上がってないのか。一歩も上がってないです、今やってます。まあ、それこそあれですもんね、あの8812でもいろんな企業さんの方の、あれもして訪問もしてますし、うん、何でしたっけ、あの縫製工場の名前を風上メイデスさん、すごい感じでかっこいい、はい、あんな会社とかをもう本当知らなかったらあれですけど、かっこいいですよね。いやすごい、はい、和歌山っていうのがそういったプロジェクトが多くて、特にああ、そういうことですね、はい、だから世界各国のブランドの人たちが結構足毛通ったりもしてるんですよ、うん、実は。いや、行ってみたいなと思いました。あの釣り網機とかもバチ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 、いや、もう世界でのトレンドになってて、うん、アパレル業界で、はい、だから世界各国から受注が入ってきてるんですけど、キャパがないんで、はい、追いつかずに逆にその国内の流通量が減ってしまうみたいな、うん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 、それぐらい釣り網とかあの貴重なものになってますね、はい、キャパの奪い合いですよ、はいはい、冬だったらパーカーとかもそう、もちろんなんでね、やっぱヘザーでこんだけ追求したとなるとやっぱ T シャツに次はスウェット、うん、絶対来るでしょう、うん、と思って今動き出しております。はい、両部位スウェット、ね、ヴィンテージのディテールを忠実に、ヘザーグレーやっぱっすね、ヴィンテージ特にもう手に入らないというか、うん、状態がいいものもないですし、はいはい、金額もめちゃくちゃ上がっちゃってるから、うん、今回の T シャツのようにベストパフォーマンスでプライスもベストなものをご準備できるかなと思ってます、うん、楽しみですね。なんかいいですね、そのミリタリーを扱ってるそのワイパー、まあミリタリーだけじゃなくそういうヴィンテージのものを、ね、まあ、古着としては取り扱ってないですけど T シャツとかでなんかアプローチできてるのはすごいいいですよね。確かに最近は徐々にそういった今まで の, そのミリタリー背景じゃないのも、うん、もういや、ものづくりとしてできてるのは、はい、できる。それこそヴィンテージ加工させても面白いかもしれないですね。そうなんですよ、はい、だからそういったところでね、これもやっぱ国内じゃないとなかなかできないことで、まあ、今のところですね、ヴィンテージ加工は、はい、まあ楽しいですよ、うん、次から次に新しいこの目標が出てくる、はい、いや、いいですね。はい、あと何個かいけるんじゃないですか。もう一順とまではいかないにしても、ももちゃん何かある？これは嬉しいコメントですよ、中村さん、はい、ワイパーラジオ3ヶ月かけて全て聞き、先週やっと追いつきました。すごい、大好きなコンテンツです。ありがとうございます。これはすごいですね。すごい、3ヶ月でしょ。でもそれでも相当聞いてないと追いつかないよね。いや俺もあるけど、そういう頑張ろうって思うこと、うん、一番下まで行ってさ、一番下から見ようと思うけど、ね、10本ぐらいでいやさすがにやっぱ無理やったわってなるもん、うん、3ヶ月見て1からボリュームだって100今 何十何ですもんね、何今30、40ですか、今どんぐらい切ったかな、相当いってる。いや140だとして、じゃあ1回1時間ぐらいかかるじゃないですか、うん、まあ、まあ短いものでも、うん、1時間としても150時間ですもんね。150時間って言ったら、もう5日間、あ、そう考えたらあれか。今日そのパターンじゃないですよ。あ、ごめんなさい、終わったラジオ始まっちゃった。144です。144、まあでも2時間ぐらいあるもう映画ぐらいありますもんね。しかもね、ネタ的にその旬なことしかあんまり喋ってないんで、確かにアーカイブとしてはあんまりふさわしくない内容で、あれにもかかわらず聞いてくれてるってこと。相当すごい、ありがとうございます。いや、本当ですね。はあ、1本ドラマ見、もう本当
アニメ見終わるぐらいのレベルですもんね。確かにラジオだからなんか、あ、まあ流れに気ができるからね、うんうん、車乗ってて聞いたり、ああ確かにね、かもしれん。すごい、ありがとうございます。ゆるさだからこそ継続できてるってもありますけどね。はい、まあ、ただこのワイパーラジオ、そのコラボをした際にはうちのコンテンツとしてはもうラジオって言いたく持ってるんでね、うんうん、今後も定期的にあの豪華ゲストの方が来てくれることを期待してますけど、ニヤついてますね、うん、ありますね、はい、楽しみですね、あれですね、わびよりよりやられちゃいましたけど、わびよりってなりましたけど、あのワイパーラジオを聞くのが一番みんなのこと知れますよね。確かにね。だって俺たちでもわからないところとかを喋ってるわけじゃないですか。なんか普通の動画見たりとか、なんかね、お客さんとして来るよりもワイパーラジオ全部見てますの方が、なんかもう隅々まで知られてる感がすごい。人間性。何も決まってないからですね。そうですね。トークなんで、お題はあったんですよ。それはあるかもしれない。だからね、はい、鈴木中村がまあレギュラーで出ていますから、こういったレギュラーかあのゲスト会の時の方が一番面白いかもしれないね。他に出るとか。そうですね。今後もあのスペシャルゲストも来ますしね。来ますね。はい。はい。ちょっとすいません。はい。じゃあ次。はい。お便り、あと何人かいけますか。そうですね、なんかありますか、他誰かなんか。最後、じゃあ最後の1個ぐらいにしましょうか。はい、あ、けどこれはスバルのさっきの話につながるかもしれないですけど、皆さんの自慢の経年変化グッズみたいです。おー、これまさにさっき上がったものじゃないですか、はい、ワイパーインクの、ね、いい感じにやれたものを紹介していただく、まあまあ、今はエンチャの話でしょうけど、はい、そう考えたら何が一番、どれが一番経年変化出てる、自分で作ったのですか。そうやったら、それだったらもう47かもしれないですね、はい、47もしか。あ、でも本当、うわ、もったいねえと思ったのが、自分一番最初に買ったのがあのエレルトのアーミーのなんかパンツだったんですよ。でもそれもう履き倒しすぎてボロボロになっちゃって捨てちゃったんですよ。もうそこまでいっちゃったんですよ。そんなに、はい、どれだ。いや、一番最初のアーミー、もうアーミーっていう名前がの前です。なんだ、ワイパーインクで多分出てるパンツ。なんだ、もうめっちゃ気になる。それ一番最初に買ったんですよ。でも一番最初に買ったの5247だったよ。違った。その前にあったんや。その前にやってベルトループがもう履き倒しまくって、ベルトループだってもう自分あのパンツあんま持ってなかったんで、ペインターパンツしか、はい、だからもう初めてのパンツだったんで。なんでそのジャンルっていうかカテゴリーでデニム、軍パン、軍パンっす。軍パン、はい、え、なんだろう。でも結構多分乾燥、なんかあ、その時なんか素材がそんなよくなかったのか分かんないですけど、耐久性がめちゃくちゃその時は悪くて、いや、そう、いや、捨てちゃうぐらい、いや、履き倒しまくっちゃって、もう、もうやばかったんですよ、もうボロボロで、はい、え、何だったんだろうね。いや、俺も気になる、何やったんやろ。え、でもなんか最初の方に入ったばっかの時に買ってた記憶はめちゃめちゃあるんだよな。それがいろんなのデニムか、やって思ったけど、その前だね、あったんですよ。その前、はい、だからちょっと思い出せないですけど、多分それが一番自分経年変化すごいかな。ワイパーインクのものって言ったらですね、はい、実物のものだったらまあ中古のものになっちゃいますね、はい、自分で履いたって言ったらもう47ですね、今持ってるので言ったら。うん、みんなのそういったものを、逆に視聴者の皆さんがインスタで上げてもらうとか、うん、面白いかもですね、はい、中村さん逆になんか。俺はやっぱり52かな、 WP6 かな、はい、あれ何年前ですか。言うても3年ぐらいじゃない。はいはい、3年か。ところでもう破けちゃってるから一箇所。おー、いいっすね。これが一番の経年化というかやれたなって。もうセカストとか持ってったらあれなんじゃないですか、実物
あ、でも黒か。黒だな、違う。けど、ね、最近そのセカストだったりとか行ったら、こうミリタリーコーナーにワイパーがあってもちょいちょい増やすの、はい、自分行ったところでも中丸さんに見せましたけど、うん、上の高級な服たちが飼ってる中で、はい、えワイパーある、ね、ロイヤルネイビーのスモーク、ね、はい、ロイヤルネイビーのスモーク、しかもベントエールじゃない方でしょ。ベントエールじゃない方ですね、はい、それがもうバーンって、しかもまあ値段も結構そんな新品で買うのとあんま変わらないぐらいの値段がついてて、セカストでですよ、すごいすごいみたいな。いや、嬉しいことですよ。だけどね、来ていただいた方がね、次に行ってつながるように買い取りした方がつくっていうのは、はい、でもそう考えたらあんまりワイパーインクのものがセカストにあるのってあんまないかもしれないです。逆にまだ皆さん手放さずに来ていただいてるんですね。ミリタリーのものは結構やっぱありますけど、はい、はい、うん、ワイパーインクでものあんまないかもしれんな。そろそろ来るじゃないですか、セカストのその店長陣の中でワイパーって最近あるから、こういうなんか相場チェックみたいなのが、はいはいはい、残っていくと、それはそれで、あ、それはあると思いますね、はい、言うても1時間半ぐらい喋っとるよね、うん、そう、はい、え、1時間半も喋ってる？1時間半いってないぐらいですね、ギリ。あそこ3時スタートって言っても、スタート遅かったんで、まあまあ、言うてもいい時間目、はい、他のなんか経年変化一番これめちゃめちゃ着てるっていうのあります？古着なんですけど、デニム古着ダメ。ダメなんだよ、厳しい。厳しい、でも何も言えないんだね。まだね、浅いからね、入社してね、古着を OK にしてくださいよ。持ってる中やったらデニムがやっぱあれ、501が、おー、ダメ。自分でちょっと焦げたりした穴とかもあって、へぇ、でも18ぐらいに買って回ってる。うわ、すごっ、めっちゃかっこいいじゃん、すごっ。いや、ビジットじゃないですけど、でも、ユーズドでもだいぶ綺麗な状態で買って、おすごい、それは18、18からすごいね。ユニマーでもそのぐらいのレベルも結構あるんですね。あ、何本もあるんだ。そうですね、ユニマーは好きなんで何本も持って、で今日もグリーンデニム入ってる、うん、あ、これはそうですね、ワイパーのグリーンデニム入ってます。あ、今季のやつ。あ、そうです、そうです。なんだ、やっぱイギリスが好きだから。イギリスで思ってました。確かにね。いやいや、違う。まとめ方おかしいやろ。その501今度持ってきてほしいですね。確かに。履、はい、てた、履、うん、てるってことじゃ、普段から結構。結構履いてますね。じゃ あの出社するときも。たまに履いてます。まああのね、写真ちょっと載っけるから、あ後で。うん、タイチは僕ですか、うん、ないですコルテッツ。確かにコルテッツぐらいですね。コルテッツはもうあれしか経年変化ね、ボロンボロンボロンコルテッツ。いつも履いてるナイキのコルテッツの靴があって、あのお母さん、おかうちのお母さんが見て洗ってあげたいっていうぐらい、あれね、汚いぞって言われてるみたいな。そう、あれただのもうボロボロなだけだから、経年変化との境目難しいですね。確かに、あれも経年変化じゃない、うん、物はいいようですもんね、それね。でも太一結構なんか古くなんか着てるイメージはあるけどね、なんか、なんだっけ、うーん、パンツ、もともと選ぶやつが結構そのもうボロになりかけてるのを選びがち、綺麗なの。どうなんですかね、そんな見られる。すごい、そんな見られる。みんななんかくれみたいな顔で見てすごい、もう怒らなくて前のなんで、確かにやりづらいわな。でもあのレッドのやつとかね、だってあのリジットの真っ黒 の濃紺な状態から急にもうね、色をあせて、あのトートバッグね、メッセンジャーバッグか、そのリーバイスレッドの、あ、あれですか、うん、あれもだってもうあそこまで色落ちさせたいの。いや違います、 あれはあれです。あ、元から？あ、そうだよ。でもあれが一番使ってるかも。うん、確かにね、パックはね、あれ3年ぐらい使ってますね。うん、あ、3年使っても結構、あれニュースペーパーみたいなやつ、
人は思ってる。そうですそうですそうです。あれもずっと使ってる。うん、それぐらいです。うーん。次。ボンもある。私はポーターぐらいですかね。ポーター？ポーターのあのこの定番のちっちゃいバッグ？ウエストバッグみたいな。レザー？レザーじゃない。こういうやつ。引っ掛けるやつ。斜めに。ちっちゃい。こんぐらいのやつ。あれずーっと使ってます。レザーじゃないよあれ。レザーじゃない。あ、別のやつです。ポーターのポーターガールの普通のレザーのバッグも持ってるんですけど、普通にあのなんか。ミリタリーっぽいあの素材 の, あの内側オレンジ の, あの定番のやつのこの辺につけるやつはもうめっちゃもうずっと使ってますね。へえ。何か何のタイミングだったか分かんないけどもらってそっからずっと使ってますね。もうやばいぐらい使ってます多分。買い替えるってなかなかないマジ、うん、本当に5年、5、6、7、8、9、10年いくんじゃないぐらい使ってます。ってことはそこまで、まあ、感覚もだからセンスも変わってるわけじゃないですか、うん、その時からいいって思っていまだにいいって思い続けれるってなんかやっぱポーターってやっぱなんかそういう感じあるよね。もう普遍的、うん、もう定番、うん、定番でもう質もいいから長く使い続けれ る, 使い続けれる、うん、今自分がアシスタントで行く時のバッグもポーターですもんね。めっちゃかっこいいんですよそれ。ボロボロやけど、うん、なんか表地にレザー使っててレザー、はい、でそこに自分あのよくバミリとかでステッカーバーってこう作って、はいはい、でやっぱ切って貼るのがやっぱ時間のロスあるんで、はい、もうここら辺とかにバーって貼ったりとかするんですよ、はい、そのバミリのテープで俺ポーターのそのレザーのところにも貼っちゃってで帰りベッて剥がしたらもうレザーのところがブワッて色変わっちゃって最悪みたいな。なんでギャル最悪みたいなそんなドッキリマンがありましたね。いやー波激しい、ね、波が激しい、ね、急にキャルだれそう厳しめのコメントしたり急におふざけしたりとかさ。あれじゃない久々にあの出勤してきたからみんなとやっぱ喋りたい。最近忙しいからね嫌なまとめ方されましたねめっちゃ恥ずかしかった寂しかったんじゃないそういうことにしておきましょう、うん、なんかじゃあ何のとこは私はあんま経年変化なんかあのな長く使ってるけど毎日毎日なんかこうコーデ変えることにハマってるから、うん、あんまり同じ格好をしないっていうのでやってるから、なんていうかなこういつも違うのも、まあ、そあー確かに出にくいかもしれない、うん、全体的に映像してくってすごいね、ゆっくりそうゆっくりすごいな。だからそうですね、まあ、確かにお気に入りのものがいっぱいあるのもあるんですけどそれでなんかそれすごくないですか。できないよね。男ってでもそういうのあんまないですよね。一つの好きなアイテム、ヘビロテ。確かに。次の新しいの見つかったらもうそれ起きたもん。三角食べできないかもしれない。バランスよくは。いろんな組み合わせをもう探すのが好きだから。でも一個あるのがあの。ここインディアンみたいな顔がついたトートバッグ。トートバッグあんま持ってなかったんですけどそれはもう古着じゃないんだけどもう古着感が出てます。もうボロボロすぎて確かに洗ったりもします。イメージあるもんな。あれよくしてるかな、うん、それぐらいかな。ここはまあもともとされてるものが好きだったりもするから。そうですよね、うん。服ワンポイントっていうよりもなんかコーデ一つで服を見るみたいな感じなんですかね。コーデ一つで服を見る。そうなんか服一着のこの服のなんかねお気に入りっていうよりもこの服にどう合わさったこのコーデがお気に入りです、ね。ああ確かに。楽しみ方が、うん、うん、そうかもしれない。育ててみたい。うん、けどまだちょっとそこまでは行き着いてないのかもしれない。もしかしたらもうそしたらもう全部もうあの天日干しさせればいい全部の服サーフェード、はい、そしたらもう全部いい感じにもう、うん、うまくいけばいいですけど ね、 ね全部色あせてないみたいな引っ越してるのあるけど裏面だけやもん
何さっきもう笑えてちょっと田村さん、どかしてください今日ずっとやん、なんか嬉しそう嬉しいね。嬉しいっていうよりも、いや、知らんない。いやいやいや、ワイパー、まあ基本俺ワイパーラジオとか、まあなんか普通に動画出たらこんな感じやけど、今日はだからちょっとやりすぎちゃったから。やっぱ自覚ある。いやいや、自覚ある。それはないですけど。ないんかい。だから現場で最近ふざけすぎちゃって、そうなの。はい、結構染みついてる。はい。はい、そうです。なんかまあ、ふざけすぎちゃって、ふざけすぎちゃって、まあ、結構楽しくやらせてもらってて、はい、ワイパーであんま楽しくやらせてもらってないんで、おい、うそです、うそです。中村さんがおるのも悪くない。中村さんとの時はそんな、ね、そう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 前回の緊張の感じと全く違いますもん、今回。うん、うん、でもてか喋らない、あ、今も喋りますけど、あの、喋らないとっていうね、女子はもう回さないとっていう緊張感もあれば、前回、うん、多分レン君だってね、もう半分ぐらい白目向いとったもん。でも緊張しとったよね。中村さんとめっちゃ安心ね。最初に UK が聞いたね。持っていった気にやったね。戸坂さんは何かあります？ヴィンテージの。終わってなかったんですよ。終わってなかったんですよ。俺もこう、なんかフィナーレに近づいてくる感じの。いや、さすがに俺が言って、全員俺も言ってたんだよ。それでは、ワイパーラジオは。戸坂さん、かわいそうじゃないですか。用意しとったの、はい、これね、来るかなと思ってた。あ、まあ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 。でも、なんだろうな。俺、LL さんからセットアップで、買ったデニムがあって、ユニバーサルオーバーオール、いや、レッド、そうそうそう、そう、うん、ありましたね。それを下ばっかり入ってて、あ、全然デニムの上を着なかったんですよ。そしたらもう全然違う色になわかる、全然なくなって、はい、もう別々で着なきゃいけなくなった。なるほど。なあ。で、逆に、いや、だからそれはもうジャケットを今度もうデニムは履かずに我慢して、そうそう、ジャケットめっちゃ着て、そこに合わせていけばいいですか。はい。そうすれば、多分、またセットアップでね。うん。着てるかな。はい。いや、そんな別に、滑ってないです。はい。いや、ちょっとスバルに構えてます。そうですね、隣スバルやけどね、圧が違うんです。スワルイチじゃんけんしないとね。今日のスワルの隣が大変。スワルイチじゃんけんしないとって俺端っこにおるんやけど。はい、はい、はい、という感じでね、皆様からお便りのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイパーラジオ持ってるようなもんですから、そうですね、来週以降もご応募ください。うん、はい、ということで、まあ、ここから軽くフリートークするんですけど、時間ももうね、十分なんで、今日フリートークなしでいいぐらい尺使っちゃいましたね。なんか音程すごくなかったですか。こっから先にフリートークするんですけど、相当俺なんか全部キャッチしてくれたんです。いや、もうすごい右肩上がりで気持ちいいなと思って。鈴木さんいたらこんなんなってますよ。もう早く次みたいになってるんです。いやー、どうでしょう。まあもうね、今だって今日7月30日でしょ、うん、この映像公開された時は8月3日、うん、はい、なんかでも毎年思うんですけど、なんか8月になっちゃったらもうすでに残暑の気分っていうか、もう夏終わっちゃった気分なんですよ。確かに早いからね。そう、山笠終わって先週末が大体どこも夏祭りだったんですね、うん、長瀬になっちゃってもらったりとかあって、はい、それが終わっちゃうとなんかもう夏終わってただ暑いだけみたいな、はい、確かに早い。夏あっという間で、はい、うん、もっと楽しみたいの。そうなんですよ。だまだまだ7月ですよ。いや、そうです。だから8月、9月まで全然暑いっしょ。そう。まあでももう俺たちからしたらもう遊んでられないんでね。はい、はい。走らないといけないんで。走ってるんで。そうか。それ何キロ走ったの？あ、でも走ってますよ。はい、だからもう6時に起きて現場前とかで走ったりとかたまにしますけど、体重の、今どんぐらい減ったかって言ったら、まあ、42キロぐらいだったんですよ、先月までが。そうですか。あ、やめてしまう。真顔で言うからもう何も分からん。超サイコパスみたいな。それ以上痩せないんで。83キロだったんですよ。83キロで、
今、8時キロです。あんまり痩せてねえ。だから、ね、この3ヶ月で15キロあと痩せる、痩せないと、ね、はい、1ヶ月5キロぐらい痩せないと、多分あのサブ4は無理かなって。あ、いや、多分もう本当無理ですよね。あの、今の80キロで多分行ったら、感想はギリできて もう途中泣きそうになってる、多分。はい、そうですね。だから、今80キロなんで、15キロマイナスの65キロ。65やる。70でしょ。そう、福岡マラソンのね、話です。そうなんですよね、今年の福岡マラソンね、中村、スバル、ケンタロウ、イカリですね。うん、あ、びっくりケンタロウ、はいはい、最近え、がイカリしてたんですよね。イカリです。で、トレーニングしてるわけですけど、はい、俺ようやく今月、全然走ってないけど45キロだよ、今月累計でね、週末だけしてる。50は今月最低で走んないとなと思って、来月100キロ走りたいなと思ってるんで。やばい、おー、100キロ。え1週間ですか？1ヶ月だから全然走れてない。あ、全然走れてないですね、それやったら。まずいなと思う。1週間で5キロ走ってたら、まあ1日5キロ、10キロぐらい、あ、いや、50キロってことは1日10キロぐらい走ってんのかなと思ったら1ヶ月ですね。そう、だけど土日の空いた時間を見つけて1時間、2時間ぐらいみたいな。この暑さでね、やっぱちょっと今までだったら1回のランを10キロ、15キロ走れるところをもう5キロにしてしまうとか、やば、今日は無理みたいな。で、それってちなみに、そのいや、まあ、今年の夏暑すぎって言うじゃないですか、うん、去年の夏もそんな暑くなかったんですかね。いや、去年の夏も暑かったですけど、やっぱでもその年々暑くなっていってるんですかね。なっていってると思う。その、うん、今年とか去年よりも絶対その猛暑日とかの日数も多いし、今の時点で、うん、本当に年々暑くなっていってるから、リアルにもう40度っていうのが数年後には当たり前に真夏はなんじゃないのみたいな。うわ、それすごいな。だってやばくないですか、今日中外出たら痛い、暑いって言われない。37度とか平気で。いや、そのやばい、やばいです。首の後ろ焼けすぎて、そう、境目が、あ、本当だ、このクッキーね、みんなでね。もっと驚いてください。いや、俺も焼けてる方だったから。あ、なるほどね。昨日あの現場のその俺の友達っていうか、まあ、うん、はい、にアルフォートやん、すいません、カットで。はい、自分でカットするもんです。そうそうそう。なるほどね。昨日は結構なんか面白かったですけど、はい、そんな面白くなかったです。やっぱシチュエーションって大事だよね。そうそう。はい。はい、まあ暑いですから、まあ、気をつけながらもこう水分補給。熱中症アラート10日連続とか、なんか十何日か連続らしいですよ。うん。明日はミニタリウェアハウスの撮影ですからね、そして。うん、この間ね、それからちょっと言ったけど、あの日も37度、38度でしたね。本当に全然やばかったっすよ。本当に。そっか、明日か。楽しみ、明日ぐらいの量ではね、明日はね、簡単でなんか、明日はね、はい、ということで、ちょっとワントラブル。すいません。な、夏が暑いっていうトークの途中でちょっ と、はい、ちょっと、はい、バッテリーの残量がですね、あの給電スピードに間に合わなかったっていう、はい、あとどこまで残ってるかっていう不安に今そうですね。あ、でもさっき見た感じ、はい、結構その多分夏やばいねっていうトークから、はい、多分なくなってる感じでありましたね。あ、ちょうどレッグもずっと確認してるからね。あ、そうですね。うん、見てたので多分、うん、じゃあお便りコーナーは終わってますね。うん、確実だと思います。はい、その保存されてれば、うん、さすがに不安を抱えたまま。さっきの話の内容で言ったら、はい、まあ、夏やばいよねと、はい、マラソンに向けてのね、うん、準備が整うので、はい、でも外でやっぱやって汗かく方がやっぱいいじゃないですか。汗かいた方が、はい、あ、そのどうですかね、消費カロリー的にはやっぱ汗かいた方がいいとか関係ないですかね。やっぱ体を動かさないと、汗かかなくても体を動かした方がいいってことですか。
書いた方がいいですよ、絶対書いた方がいいですよね、うん、ってなると外に行ったらもう歩くだけでも汗ぶわーかくじゃないですか。です、ね、ただ自分今ジムに行っててエニタイム結構クーラー効いてるんですよ。だから結構歩いてるだけじゃ全然汗かかないんで、走っても走り始めて30分後ぐらいにやっと汗出てくるぐらいの感じなんですよ、うん、だからどっちがいいんだろうなって。いやけど思いっきり汗かいた方がなんか気持ち的にもなんかなんだろうな、仕事中とか移動中にかく汗はすごい嫌なんですけど、うん、マラソン中ランニング中にかく汗はすっげえ気持ちよくて、うん、もう諦めつくじゃないですか、はい、でちょっと立ち止まったらもう本当にこうポタポタずっと汗が、はい、下に落ちて水溜りにできるっていうか、この、はい、あれができるから、ね、水溜りにできる嘘つきました死んでしまいました違うとこからも出てますからね、引っかかりますねけどそれくらいなんか気持ちいいもんね、はい、その後のなんかシャワー見た後って逆になんかすごい顔とかすっきりしてる。そうですね、確かに確かに排出ね、はい、デトックスですっけ、デトックス、デトックス、まあ、排出することは大切ですね。絶対いいと思う。自分、あーっと思ったのがこの前のワイパーラジオで汗の臭さの話、うん、どっちでしたっけ、くしゃべりワイパーとかわかんないですけど、ラジオでも言いましたね、うん、汗かいてない人が、普段汗かいてない人がかくと臭いっていう、うん、ですね、はい、だからいや俺それあんま感覚なくて、うん、あ、なるほどねみたいな。だから自分マジ汗かきなんですよ、うんうん、だから自分今までその自分的に分かんないですけど、あの他の人からしたら分かんないですけど、汗の匂いほぼないんですよ。お、はい、汗臭いっていう感覚はないってこと。ほぼないんですよ、だから多分普段めっちゃ汗かいてるんでないのかなみたいな。でもワイパーの人はあんま臭い人いないですよ ね、いたとしても言えないですよ、ね、いやいや、あの人臭いって言わないからでも言えないですけど、あんまいない気がする。みんな確かに、ね、清潔感がある。清潔ですね、うん、みんな嫌じゃないですよね、うん、男臭くないよね。まあ男臭い会社やけど、なんかそんななんか結構みんな清潔感ある人たちばっかり。気をつけてる、うん、気をつけてる、まあね、香水とかさ、ねえ、ねえ、結構まめにしてるもんね。へえ、うん、エレルートもいい匂いする。安武さんもいい匂いする。ポマードの香りがうん、いい匂いする。安武さんもいい匂いする。安武さんもいい匂いする。横木さんもつけてるし、としみさんもつけてますし、うん、としみさんもいい匂いする。うん。ちょっとつけてる人も多いのか。そうですね。中村さんもいつもいい匂いするよね。誰？中村さん。中村さんは柔軟剤が半端ないですよね。柔軟剤のいい匂い。わかんないですよね。その自分では。めっちゃもう中村さんの残りがわかる、うん。中村さんは柔軟剤めっちゃ強いってわけじゃなくて、なんか。あのいい匂いなんですけど独特なんですよ。そう、うん、赤ちゃんみたいな匂いする。この空港で赤ちゃんみたいな、いや想像しやすいかなと思って。赤ちゃんみたいなね。確かにね、なんかあの赤ちゃんがくるんでるあの毛布みたいな匂いする。そう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 、うん、違う。いや、そうかもしれない。そうよね。それで言ったら、あ、ごめんね、みんな、企画マーケティング部はあんまり匂いをしない、あの、確かにつけてないと思う、うん、今日のメモは、うん、あ、スバルはつけてるけど、うん、つけない3人じゃない、うん、なんか一番もつけるの、あ、つけます、つけます、女子はつけるけど、あ、なるほど、そうそう、男性人つけてないイメージ。そう、うんうん、確かにね、匂いなし3人トレーニングとはつけたりするんですけど、うん、会社行くときはつけたりします。まあ確かにそうですよね、うん、普通に。いや、会社行くときはつけますけど、なんかアシスタントとか撮影に行くときにはつけないですね。なんか前言われちゃったんですよ、カメラマンの人に。俺香水つけるとか教えたかみたいな。あ、はい、まあそうしたら笑いながら言ってたんですけど、あ、でも実際そうやなみたいな、はい、あんまいないんですよ、その香水匂いする人が、うん、やっぱ、うん、仕事場でやっぱつけちゃダメっていうなんか固定概念が最初あるかもしれん。まあ確かにそうなのか、うん、女性とかは、うん、はい、確かに好き嫌いありますからね、そこはね。そうですね。トトカさんはその休みの日とか。休みの日つけない、うん、普段は。普段もつけない。なんで普段つけるみたいな。休みの日はつけない。普段もつけない。いやいやいや、
厳しいですね、今日ね。じゃあ嫌なやつみたいじゃないですか。それ香水が嫌いとかですか。いやいやいや、そんなことないけど。なんでこっちなんで俺の目なん着地。いや、助けてほしいな。で、嫌いですか。助けてほしいな。岡村さんみたいな。なんか言ってみたいな。匂いの話は大丈夫だと思います。ああ、そうですね。大丈夫ですか。あ、取れてますね。大丈夫ですね。という感じで、まあ、もういいんじゃないですか、そろそろお時間も。そうですね。そうですね。はい。ビクビクしてお話するのも嫌なんで、締めましょうかね。はい。はい。ということで、今回はイレギュラー会ということで、うん、初の組み合わせ、企画マーケティングプラス中村ということでお届けしました。いつもよりだいぶ違う感じになってるんじゃないかなと思いますけど、もうスバル劇場ですね。これ一回ちょっと夢があるのが、ソウズさんと自分と鈴木さんで行きたいです。やばい、はい、やばいな。気になるのは鈴木さんの顔なんですよ。いや、俺もそうよ、はい、真っ先にそういうの思い浮かぶの。絶対途中からもう早く終わんないかなって思って。見てみたい。いや、確かに見てみたい。なんかね、ソウズってそうなんですよ。怖いもの皆さんの魅力があって。そうですね。なんか嫌なんですけど、見てしまうというか、多分逆に言えば虜になってるんですよ、俺。いや、本当にめっちゃいじりたいし、もうめっちゃもうなんか、ね、攻めたいけど、なんかいなかったらいなかったら、なんか寂しいっていうか。安武さんはどうですか。安武と想像もまさに、なんかすごいなんか癖になる。はい。超なんかパンチあるんだけど、癖になる味というか。うん。いいですよね。どう考えてもこの2人は。はい。好きっす。はい、おやすみなさい。See you next time.